今ですね、クロアチアのドブロクニクにいます。ドブロクニクで今、中心の通りから外れた裏道を入っていますよね。こういう裏道にも結構いいレストランがあったりします。ちょっとこう散策してみるといいです。結構風流ですけどね、奥まで行くとね、一般の家庭が結構ありますけどね。この旧市街なんですけどね、旧市街の中でも結構人住んでます。今実際自分が泊まってるところってでもね、アパートメント的なところなんですけど、実際はホームステイみたいな感じですね。実際そのオーナーがいてですね、オーナーが住んでるんですけど、でそこのところに部屋を借りて、滞在するみたいな感じです。まあ、旧市街泊まるの本当に泊まりたいので、そういうところしかないホテルはないので、旧市街外に出て新市街のところにホテルがあるんですけど、本当に旧市街泊まりたいのであればサービス的なホテル、値段も結構しますけどね、もうホームステイみたいな感じで普通に8000円とかですからね、安くて。でこれが裏道、